情けがあって優しい、それが阿波の天水と呼ばれる人です。水の流れのように心地よい笛の調べや自在に変化する鐘や太鼓の響き、そして粋な三味乗りに包まれて、男たちは勇敢かつ聖地に自らを不遂し、女たちは水辺に遊ぶ天女のようにしなやかに舞います。それではどうぞ。皆さんの方から少し、